積み荷の検査を行うオーストラリア海軍水兵、海上阻止行動は、洋上の立ち入り検査や臨検を行う目的の、軍事的抑止行動を指す。略称はミオで同じだが、米軍では、イラク戦争とアフガニスタン戦争で、それぞれ目的と対象が異なるため別の名称を、使う。イラクでは、ペルシア湾を対象に行われた作戦に、 後者のマリタイムインターセプションオペレーションを指し、アフガニスタンでは、インド洋を対象に行われた作戦のマリタイム、インターディクションオペレーションを指す。2007年現在、アフガニスタンにおけるオフの一環として、インド洋におけるテロリストを呼び、関連物資の海上移動の阻止、抑止を目的として行われている活動は、総じてオフミオと呼ばれるが、これはオフに限った。 作戦名である。会場阻止行動を含む会場の治安維持のための活動を総じて、会場治安活動という。イラク周辺海域であるペルシア湾におけるミオは、1990年の8月以降、イラクのクエート侵攻を受けて一連のアンポリ決議の履行措置として実施され、現在も継続されている。その目的は、 イラクからの輸出入を厳格に監視することにある。現在、輸出入は解禁されているが、ペルシア湾近海を運航する、商用船の臨検は引き続き行われている。イラクにおけるミオは多国籍軍により行われており、15の国が参加しているが、2002年1月以降、その性格は少し変容する。ミオを主導する。 米第5艦隊所属の MIF が加わり、その任務内容が強化されたのである。この強化により、イラクにおけるミオは、イラクの港を出入りするすべての商用船に対する、立ち入りと臨検を行えるようになった。アラビア海を中心とした、インド洋で行われるミオは、武器、弾薬やテロリスト、資金源となる麻薬などの海上輸送を阻止する、活動として、アメリカ中央海軍。 第5艦隊との緊密な協力のもとに多国籍部隊、合同会場部隊が実施している。この合同会場部隊が統括する第150合同任務部隊にはアメリカ海軍も艦艇を派遣しているほか、日本を含めた9カ国が参加している。発足当初、その式は、普通、オランダ、A、カ、パキスタンの海軍がそれぞれ持ち回りで取っていたが、 徐々に参加国が増え、2008年10月現在、部隊の指揮権はデンマークに移っている。2008年10月現在、オフミオには次の9カ国が参加している。アメリカ合衆国イギリス、オランダ、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、パキスタン、フランス、オフミオの司令部である、合同会場部隊はバーレーンにあり、第5艦隊司令官が兼任で、その統括を務める。なお、 日本政府によれば、オフミオとオフ A 本体の指揮系統は異なる。歴代司令官歴代指揮官アメリカ中央海軍第5艦隊合同会場部隊公式サイトコンバインドタスクフォース150防衛省補給支援活動の実績について第168回臨時国会外交防衛部門会議外務省提出資料テロ特措法関連資料 オフの活動内容の詳細、司令部名 P3。米海軍公式サイトバイス ADM、ウォルシュニューネーブセント、ゴスフリートコマンダー、NNS051103 から10米、海軍公式サイトコスグリフはスムーズコマンドオブ、ネーブセント、ゴスフリート。NNS070227 から14米、中央海軍、第5艦隊、合同海上部隊、コマンダー、 U.S. Naval Forces Central Command, U.S. 5th Fleet, Combined Maritime Forces 米海軍公式サイトフレンチネイビー。HANZ COMMAND OF CTF 150-2カナダ NNS 080603から 06, 同乗米海軍公式サイトデンマークアスムズ、コマンドオブコンバインドタスクフォース 150, NNS 080915から15。15. ありがとうございます。